この時間は IPO インタビューのコーナーです。本日東証グロース市場に新規上場した証券コード 151A 株式会社ダイブ代表取締役社長庄司清さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。株価は会期配続いておりまして、現在2639円会期配となっています。それではダイブという会社どんな会社なのか、こちらの会社の概要からご紹介いただけますか。はい、はい、承知しました。はい、まず私たち株式会社ダイブはですね、観光に IT を掛け合わせたいわゆる観光 のベンチャー企業となっております。次お願いします。で、具体的にはですね、レガシーなこの観光業界でこう20年間こう地道にこうビジネスアセットを構築した会社になっておりまして、まあ、特にこうビジネスアセットで強いのがいわゆる人材です。で、この左側の観光 HR 事業の方で、まあ、売上高の構成が 94% ほど占めておりまして、まあ、ここで解決しているのがまさにこの人手不足というところです。で、観光施設というのはこう箱物を立ててもこう収益にはならなくてですね、作った後にそれこそ電気水道ガスと同じようにいわゆる人というインフラがなければこう動かない産業ですので、まあ、それを左側の HR 事業でやっていると。で、その人材アセットを活用しまして右側の地方創生事業を行っております。はいはい、で、具体的には観光 HR 事業なんですけども、これいわゆるもう B2B の事業になっておりまして、まあ、北は北海道から南は沖縄まであります、まあ、日本全国の、まあ、リゾートホテルさんであったりとか、まあ、温泉旅館さんとか、まあ、スキー場さんとかなんかに特化したんですけども、まあ、そこで の観光施設に特化した人材サービスです。で、いわゆるこうツーサイドのマッチングなんですけども、左側の観光施設さんの方だと例えば、まあ、星野リゾートさんであったりとか、まあ、リゾートトラストさんであったりとか、まあ、共立メンテナンスさんであったりとか、まあ、プリンスホテルさんとか東急さんとかいわゆるそういった、まあ、上場企業さんとかもあるんですけども、ただそれだけじゃなくて本当に中小企業 の施設さんとかもこう幅広く対応しておりまして、今日本全国4600カ所 の施設で取引を行わさせてもらっています。で、右側 の登録者の数なんですけども、年間約4万人ほどおりまして、前期で言いますと、まあ、7800名を超える方々が勤務してもらっているというような形になっております。はい、では続いてこちらのスライドでさらに、はい、ご紹介いただけますか。はいはい、提供しているリゾートバイトというサービスなんですけども、リゾートバイトというのは聞いたことありますか。はい、なんとなく、はい、リゾートバイトっていうのは結構あまりこう聞き合えない方もいらっしゃるんですけども、いわゆる就業先である施設で の住み込みでのお仕事になります。ですので住み込みになりますので、働く人材側のメリットといたしましては、そこでの、まあ、寮とか食事とかっていうのを私たちこう無料でこう提供いたしますんで、まあ、そういった経済的なメリットとかっていうのもあるんですけども、まあ、ただ本質的にはですね、いわゆるこう非日常感のところで働くところがありますので、まあ、そこでの観光地の人との出会いだったりとか、まあ、つながりだったりとか、まあ、思い出とか経験とか、まあ、そんなことを得ることで、まあ、自分の可能性だったりとか、まあ、人生の選択肢だったり価値観とか広がるといったところが本質的なところかなと思っています。で、私たちの言葉なんですけども、まあ、それこそ旅行以上移住未満 のこういった働き方を求めている、まあ、人材に刺さるかなと思っています。ですね、こう生き方が多様化しておりまして、まさに正解がない中でこうリゾートバイトってを通じてこう世界観が広がるというところが、まあ、本質的に支持されている理由かなと思ってまして、ニッチはサービスではなくて、まあ、どう生きるかとかどう働くかというところが普遍的なこうテーマですので、まあ、マスでアプローチできるこうマーケットかなと思っております。例えば海の近くで働きたいですとか、はい、スキー場で働きたいですとか、はい、御社のサイトで、働きたい場所だとか職種、はい、それから、働きたい期間ですね、はい、そういったものを選んで応募するということですよね。そうです。で、私たちの方でしっかりそこの条件とか希望とか聞きまして、働く施設さんの方とかの条件とかもありますので、それをマッチングさせてもらうというような形です。はい、では続いてなんですけれども、こちらの地方創生事業についてご紹介いただけますか。はいはい、ありがとうございます。こちらの地方創生事業はですね、2019年から始めた事業なんですけども、これは B2C の事業でして、我々の強みっていうのがやはりこの人材と IT が強みなんですけども、この人材と IT を使った、まあ、いわゆる D2C の、宿泊業を、まあ、全国6カ所で行っております。で、特徴的なのがいくつかあるんですけども、まずその一つ目が地方自治体さんとタッグを組んで行っているっていうところが一つです。あともう一つが非観光地の場所をあえて選んで行っているというところで、まあ、非観光地ってどういったところかというと、まあ、例えば、まあ、軽井沢だったりとか、まあ、箱根とか熱海みたいな、まあ、こう誰でも知っているのは観光地じゃなくて、まだこうあまり聞き慣れてないけれども、まあ、そこには実は有効活用しきれていないさまざまな資産が豊富にある場所のことを我々非観光地と指しているんですけども、まあ、そこに対して付加価値を展開価値をつけて展開しているというような形です。こちらまだまだこれからの成長事業ということでしょうかね。そうですね、はい、2019年から始めてますので、はい、わかりました。
では続きまして、業績面について教えていただけますでしょうか。はい、承知しました。こちらのまあグラフ見ていただいてのとおりなんですけども、コロナ前はですね、最高利益額っていうのが、まあ、20年の3月期で、トップラインが76億円でした。で前期いきますと82億ですので、そして今期当期ですね、今の新興期の上半期で、まあ、62億ですので、一旦コロナでスコンと落ちたんですけれども、今実績から見ましても、コロナからのこう単なる回復ではなくて、まあ、回復を超えた成長曲線にこうまさに入ったかなと思っております。今期については上期の実績お持ちいただいてますけれども、はい、ここまで順調なようですね。はい、そうですね、おかげさまでしっかりこう足元も戻ってきておりますので、引き続きこのまま、できればなと思っております。わかりました。ではここからは御社の、特徴強みについてさらにご紹介いただけますでしょうか。はい、承知しました。まず我々の競争優勢といたしまして、まあ、主に3つほどあるかなと思っております。1つ目が一般的なこう人材派遣会社さんと異なりまして、弊社のこうリゾートバイトっていうのは生活環境が住み込みっていうところがすごい大きく異なるんですけども、まあ、住み込みになりますので、そのマッチング項目っていうのが全くやっぱり異なりますので、我々これリゾートバイトに適した独自のデータベースを活用しておりまして、まあ、マッチング精度が高いっていうところがまず1点目です。で2つ目っていうのが、登録から就業までの転換率が低い、なおかつ、期間の途中での早期退職のリスクがこう高い、まあ、この状態をですね、ユーザーそれぞれごとにですね、ステータスに適したカスタマーサクセスっていうのを我々 LINE で実現しております。で3つ目が、競争優勢の3つ目なんですけども、この煩雑なオペレーションをIT で、まあ、効率化しているっていうところなんですけども、これもう少し説明させてもらいます。次お願いします。はい、具体的にはですね、リゾートバイト の, この人材ニーズっていうのは、先ほど申しましたように一般的な派遣会社と異なりまして、一般的なこう派遣会社さん、人材会社さんって下のところなんですけども、例えばここで言います と,、オフィスで、事務のお仕事をするとかっていうのが一般的だと思うんですけども、まあ、ある程度の期間、そこで勤務しまして、仕事内容とかやりがいとか職場の雰囲気とかもマッチングしているので、まあ、引き続き延長1年2年しますっていうようなところが、まあ、一般的なスタイルかなと思うんですけども、我々は上の方でして、例えばこの方で言いますと、冬は北海道ニセコで、そうですね、12月から3月末までが一つのシーズンなんですけども、まあ、そこでスキー場で例えばじゃあリフトの運行係のお仕事をすると、で3月末でシーズン終了ですので、ここで終わりましたら次は少し間開けて、もう春になりますと沖縄の方ですと海開きがしますんで、そこで今度は、沖縄のビーチのスタッフとして勤務をすると。で秋口にはシーズン終了しますので、秋終わったら今度は、秋でちょっと紅葉がきれいな栃木県の日光の温泉旅館さんで、まあ、いわゆるこう仲居さんのお仕事をするみたいな形で、本当上と下比べてみますと、まず働く場所が上はニセコ行って宮古島行って日光行って、仕事内容もスキーからビーチ行って仲居さんみたいな形なんで、同じこう派遣っていうビジネスモデルなんですけども、この特徴的なそのオペレーションっていうのがすごい煩雑なんですね。ですので我々それを IT で効率よくオペレーションを自社で構築しているっていうのが強みの一つです。働き方多様化しているかと思うんですけども、こういう方っていうのも今かなり増えてるんでしょうかね。増えてます。おかげさまで増えておりまして、年齢層も我々、20代から40代の方々は 56% 占めてるんですけども、実はシニアの方とかも数多くオーガニックで増えているって特徴があります。わかりました。そして次の、強みがこちら、ブランド戦略ということでしょうかね。はい、これ先ほどの地方創生事業のことなんですけども、地方創生事業今全国6カ所でグランピング施設を展開しているんですけども、それを強みといたしましては、まあ、リーズナブルに展開できているというところがあります。これも3つほど理由ありまして、1つ目は自社で企画開発を行っていることです。まあ、例えばそこの地方自治体の遊休地を使っているんですけども、そこに私たちしっかり入り込みまして、そこの場所の、まあ、ポテンシャルを引き出すような企画とかっていうのを自社で行っているというのが1つです。で2つ目が、自社で集客メディアを運営しております。通常ホテルさんとか旅館さんっていうのは、例えば楽天さんとかジャランさんとかで、まあ、集客を図っているんですけども、そこにももちろん手数料が何パーセントとかって取られるんですけども、我々は自社でこの集客メディアを持ってますんで、まあ、全ての予約をこのメディアで獲得しているので、1円もこう集客コストがかかってないっていう強みが2つ目です。で3つ目がですね、人材の流動化ができることってことなんですけども、これもまさにこう我々でしかできないことかなと思ってるんですけども、先ほど申し上げましたそのリゾートバイトの人材が季節 の, この反感に応じて調整効きますんで、これをよりコスト調整が効くということで、まあ、この企画、集客、運営ってところまでを一気通貫でできることが強みなので、まあ、結果的に価格にも反映されて顧客から選ばれるというような形になっております。リーズナブルにグランピング施設を展開されているということですね。はい、それでは
今後の成長戦略についてお伺いできますでしょうか。はい、ありがとうございます。まず私たちですね、成長戦略といたしまして、先ほどの観光エチャー事業、主力の観光エチャー事業の方が今顧客、日本全国に4600施設ほど あります。でこのいわゆる観光業、宿泊業の皆様って経営課題ってさまざまにお持ちでして、その最たる例がやっぱり人手不足っていうところなんですけども、そこの人手不足は私たちが先ほどご説明いたしました、観光 HR の方でソリューションを提供させてもらってるんですけども、それ以外の課題についても提供していこうというような形で、例えばですね、宿泊資産の方ですと、集客どうやっていいか分からないであったりとか、あとはまだちょっとこう紙文化が強かったりとか、なかなかこう労働集約型になっていて、いわゆるこう効率化ができないというところもあったりとかしますんで、そういったところに我々が培ったアセットだったりとかノウハウとかの提供とか、その IT とかなんかを活用することで、いわゆるこういった DX の支援とかなんかも行っていきたいなと思っております。経済再開してきてますけれども、はい、だいぶ環境変わってきてますでしょうか。変わってきてますね。はい、やっぱりそのコロナから の本当に V 字ってところでは大きくその私たちもこう期待っていうか、そういったのはひしひしと感じます。あ、そうですか。成長戦略についてお話しいただきました。それから地方創生のところなんですけれども、はい、これは昨今言われているオーバーツーリズムなんかのところに関しましても、はい、こう課題感はお持ちなんでしょうか。そうですね。ですので私たちそのいわゆるあえて非観光地を選んで、はい、そこで展開しているという形で、やっぱり本当に日本って本当にすごい素敵な国だなと思ってまして、まだまだその知られてない土地っていうんですかね、っていうところでは魅力が非常にこう多くあるところですので、そういったところを自分たちもしっかり引き出して発信できればなと思っております。この2つの事業のバランスとしてはこうどっちも伸びていくというようなこう戦略なんでしょうかね。そうですね。ただ一番この観光エチャー事業の方がやはり今メインで 94% 占めておりますので、そこはしっかり足がたくこう成長していって、この地方創生事業というところは、そこをしっかり補うような形で成長できればなと思っております。わかりました。では最後になりますけれども、はい、番組をご覧の投資家の皆さんに向けてメッセージをお願いできますでしょうか。はい、承知いたしました。はい、観光っていうのはですね、日本の産業におきまして、どのような位置づけかといいますと、まさに本当次の30年の日本を作っていく、数少ないこう成長産業だと思っております。で日本の観光っていうのは、世界的に見ても非常にこうポテンシャルが大きくて可能性があります。ですので、これらの指標といたしましてはもうかなり魅力的な産業ですので、その事業領域で私たち事業活動を行っておりますので、どうぞご支援いただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、この時間はダイブの庄司清社長にお伺いしました。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。